来月15日までを感染拡大の防止に対する集中対策機関としている東京都は都立学校の卒業式を教職員と卒業生に限って行う方針を固めました東京都では33人の感染者が確認されうち5人が重症ですとは感染の拡大を防ぐため都立学校の卒業式について教職員と卒業生のみに限り 時間を短縮して実施する方針を明らかにしましたまた都営地下鉄では乗客自身で体温を確認できるよう駅の改札付近に赤外線サーモグラフィーを設置することを検討しています東京オリンピックの開催について小池知事は IOC の担当者からしっかりやれというメールをもらったとコメントしています